の、俺びっくりしたのが、あの、オフ会あるじゃないですか、僕が、あの、お伝えしてた4月5日の。あのね、チケットがね、結構売れてて、あの、びっくりしましたよね。うん、なんでね、まあ、まあね、その、まあ、よかったらね、遊びに来てくれたらなぁ、変わりますね。うん、なかなかオフ会とか僕やらないんでね、まあ、こういう機会に、ね、会えたらっていうのもあるし、うん、あとね、あの、多分ね、いいのあると思いますよ、フリマ。いいの出ると思います。え、この値段で出すのっていうのがきっとあると思うんで、あの、普通にフリマ目当てだけでも来た方が、あの、いいかな、風味かん、じゃないかなとある。お待ちしておりますんで、ぜひ、そちらの方をチェックしていただけたらと思います。はい。もしね、気になってる方いたら、ぜひね、来てくれたら嬉しいかもしれない運転なんじゃないかな、かな。どーぶがばりです。スニーカーを、ホッスル、ホッスルーということでね、はい。本日はね、またね、欲しいスニーカーが、見つかっちゃいました。ってことでね、はい。本日はね、まあ、ツイッターとかインスタとかチェックしてる方はご存知かと思いますが、本日気になっているスニーカーはこちらでございます。はい、ということでね、画像がね、こっち側に出てくるとは思うんですけど、そうですね。ダンクの白オレンジのローカットっすね。はい。スニーカーズでね、もう、ストーリーに上がってんのかな。はい。ってやつです。で、シラキュース大学カラー。まあ、シラキュース大学カラー、カレッジカラーとはね、俺ね、なんか、なのかなとは思ってたけど、どうやら、俺も、あんまりよくそういうのチェックしないから、どうやら、こうチェックしたら、シラキュース大学カラーっていうカラーらしくて、まあ、ね、そうっすね。そんな感じです。はい。あれがね、やっぱね、今年ね、どうしてもね、欲しいかもしれない運転なんじゃないかな、かのね、ダンクっすね。はい。白オレンジのね、ハイカットのダンクも、ね、過去に発売していて、2016年に、ハイカットが発売されています。ダンク SB で、20周年記念で、なんだっけな2003年ぐらいにも発売してんのかな。僕前持ってたんですけどね、あの SB の方は。ただね、多分ね、どっか行っちゃった風味感っすね。うん、そうなんですよ。紺と黄色とかね、黒黄色とか、まあ、そういう配色の次に僕は白オレンジが好きで、まあそうっすね、なんだろうな、あのシトラス感の色っていうか、だからね、あのダンクはね、スニーカーズと、まあ、あと、国内の限られた店舗で発売すると思うんですけど、まあ、最近のそのダンクブーム、まあ、プレリ方がエグくて、ノーマルというか、まあ、微妙に珍しかったダンクとか、まあ、なんだろう、ノーマルダンクとかでも状態が良くて、まあ、デッドストックの状態で箱付きとかだともうプレリ方がもうエグくて、まあ、今回も、争奪戦になる風味なんじゃないかな感ありますよね。うん、別に、ねえ、あれなんて、そんな珍しいものではないのに、最近もうなんか、過去の、過去に発売されたことのある色とかの、ダンクとかになるとすぐプレるっていう、んな大したことないダンクでもプレるんで、多分まあ白オレンジも買えないかな感あるけど、まあ、欲しいかな感ですね。はい。まあ欲しい確率というか、まあ欲しいパーセンテージ的には、49% です。はい。そうですね。なんで、まあ、ね、もしね、国内で、まあ、抽選なんかあったら行こうか、ね、どうしようかわからないけど、多分行くかもしれないってなんじゃないかな、感ですね。はい。かっこいいっすよね、あれね。かっこいいというか、まあ、別に、まあ、買えたら買おうかな、ぐらいなんで。僕も靴もたくさんあるんで。あんまりね、こう本気になって買えないとすげえ悔しかったり、すげえイラッとするんで。変えたらいいなー感というか、まあ、なんかお祭り感覚でまたね、参加できたらしようかなー感ですね。っていう感じですかね。うん、そうですね。だからね、結構皆さんもこうスニーカー好きで、やっぱ月1足とか買ってる方とかいると思うんですけど、何足かこうね、たくさんスニーカーを持った時に、なんだろう、まあ、変えたらいいなー感になってくると思います。今はこう、なんだろう、最近ね、こうスニーカーにハマってる人とかって、もう意地でも買ってやろうみたいな気だけど、ある程度こうスニーカーがね、もうなんだろう、20足超えたぐらいから、
もうちょっとお祭りに参加しようみたいなノリになってくるんでね。まあ多分それがまあスニーカーの向こう側に行ったんじゃないかなー感で、スニーカーの向こう側に行ったんじゃないかなー感で、ちょっと道を踏み外すと、抽選の日に、スニーカー、同じスニーカーを2、3足持って、残り1足だけ保管して、保管というかまあ自分用にして、残りの2足は、メルカリに流すみたいな感じになってくるんですけど。っていうのが最近のまあスニーカー、ヘッズたちの傾向なんじゃないかなとあります。はい。ということでね、今回は、どうしても今年欲しすぎるかもしれない運転なんじゃないかな感の、ダンクの白オレンジが欲しいことについてお伝えいたしました。以上です。どうー。